SCNN1 バイトは、脊椎動物の上皮性、ナトリウムチャンネルの β サブユニットをコードする遺伝子である。イナックは3つの相同なサブユニットからなるヘテロ酸、両体として組み立てられる。イナックの他のサブユニットは、SCNN1A、SCNN1G、SCNN1D によってコードされる。イナックは、上皮細胞で発現しており、神経細胞で、 活動電位の形成に関与する電位依存性ナトリウムチャンネルとは異なる。電位依存性ナトリウムチャンネルをコードする遺伝子の略称は SCN の3文字で始まる。これらのナトリウムチャンネルとは対照的にイナックは向上的に活性化されており、電位に依存しない。遺伝子名の2番目の N は電位非依存性のチャンネルであることを表している。ほとんどの脊椎動物において、 ナトリウムイオンは細胞外液の浸透圧を決定する主要な因子である。イナックはタイト上皮と呼ばれる透過性の低い上皮細胞の細胞膜を挟んだナトリウムイオンの輸送を可能にする。上皮細胞との間でのナトリウムイオンの流れは細胞外液の浸透圧に影響を与える。このようにイナックは体液の調節と電解質の向上性に 中心的な役割を果たし、結果的に血圧に影響を与える。イナックは、アミロライドによって強く阻害されるため、アミロライド感受性ナトリウムチャンネルとも呼ばれる。イナックのベータサブユニットをコードする CDNA は、コネッセラによって、ラットのメッセンジャー RNA から、初めてクローニングされ、配列決定された。1年後、2つの独立したグループによって、 人のイナックのベータサブユニットとガンマサブユニットの CDNA 配列が報告された。人のイナック、ベータサブユニットの遺伝子 SCNN1 バイトのエクソンイントロン構成は作成ならによって3つの異なる民族集団の3人のゲノム DNA のシーケンシングによって決定された。またこの研究ではイナックの3つのサブユニットは配列の多様性にもかかわらず エクソンイントロン構成が高度に保存されていることが示された。人の SCNN1A は12番染色体に位置しているが、SCNN1 バイトと SCNN1G は16番、染色体の単 116P12 から13に並んで位置している。人ゲノム DNA の配列決定により、SCNN1 バイト遺伝子は12個のイントロンで、 隔てられた13個のエクソンから構成されることが示された。イントロンの位置は、人のイナックの遺伝子 SCNN1A、SCNN1 バイト、SCNN1G で保存されている。イントロンの位置は、脊椎動物の間でも高度に保存されている。人の腎臓と肺での SCNN1 バイト遺伝子の転写産物の解析により、 選択的スプライシングと複数の翻訳開始部位が存在することが示された。しかしながら、高度に発言しているのはこれらのうちの一つのみであり、他の転写産物の量は少ないようである。SCNN1 バイトの主要な転写産物のエクソンイントロン構造。転写産物のシリアル番号、エクソン番号が上に示されている。画像のクリックでアンセンブルデータベースへ移動する。 SCNN1A、s c n n, n n 1バイと SCNN1G によってコードされるイナックの3つのサブユニットは水の透過性の低い大都上皮で一般的に発現している。イナックが発現している主な器官には腎臓の尿細管上皮、気道、女性器、血腸、大気腺、肝腺などがある。i ナックは下でも発現しており、 塩味の近くに必要不可欠であることが示されている。イナックのサブユニットの遺伝子の発現は主に、レニンマイナスアンジオ天神系によって活性化される、抗質コルチコイドホルモンであるアルドステロンによって調節されている。イナックの4種類のサブユニットの一時構造は高度に類似している。これら4種類のタンパク質は共通の祖先に由来する、タンパク質ファミリーを構成する。 サブユニット間のグローバルアライメントでは、人のベータサブユニットは、ガンマサブユニットと34%が同一であり、アルファ、デルタサブユニットとは、それぞれ26%、23%が同一である。イナックの4種類のサブユニットにはすべて、膜貫通セグメントを形成する2つの疎水的配列が存在し、それぞれ TM1、TM2 と呼ばれている。 膜結合状態では TM セグメントは脂質に重層に埋め込まれ N 末端と C 末端は細胞内に位置し2つの TM の間の領域が細胞外領域となるこの細胞外領域には各サブユニットの約70%の残機が含まれるこのように膜結合状態では各サブユニットの大部分は細胞外に位置していると相当なタンパク質 ASIC1 の構造が解かれている。鶏の ASIC1 は3つの同一なサブユニットから組み立てれるある、ほも3両体構造である。a s i c 1三両体は、ボールを持った手のような構造をしており、ASIC1 の角度メインは、パーム、ナックル、フィンガー、サム、ベータボールと名付けられている。イナックのサブユニットの配列と ASIC1 の 配列とのアライメントからは TM1 と TM2 パームドメインは保存されており、ナックル、フィンガー、サムドメインには INAC では挿入配列が存在することが明らかにされている。V 特異的変異導入による INAC の研究からは ASIC1 の構造モデルの基本的特徴の多くは INAC にも同様に適用されるという証拠が得られている。しかしながら INAC は 必ず、アルファーベータガンマ、または、ベータガンマデルタからなるヘテロ三両体を形成する。近年イナックの構造も解明され、a s i c 1三両体と類似した構造をしていることが明らかにされた。イナックのアルファー、ベータ、ガンマサブユニットの C ッタには、ププキシックするという保存されたコンセンサス配列が存在し、PY モチーフと呼ばれている。この配列は、 E3 指チンリガーゼネド4から2の WW ドメインによって認識される。ネド4から2は、イナックの C 末端に指チンをライゲーションし、分解のための標識を付加する。ニセ性低アルドステロン症愛型全身型、リドル症候群、脳法性繊維症様疾患の3つの主要な遺伝疾患が、SCNN1 バイト遺伝子の変異と関係していることが知られている。 SCNN1 バイト遺伝子の変異と最も一般的に関係している疾患は、ニセ性低アルドステロン症 I 型全身型であり、A. ハヌカーグルーによって、常染色体劣性遺伝疾患として最初に特徴を付けられた。この疾患の患者はアルドステロンに応答することができないため、血清中には高レベルのアルドステロンが存在するにもかかわらず、アルドステロン欠乏症の症状を停止。 重度の塩分喪失による死亡リスクが高い。当初、この疾患はアルドステロンを結合する抗質コールチコイド受容体の変異によるものであると考えられていた。しかし、11家族の患者のホモ接合性マッピングによって、12p13.1、プターと 16p12.2 から13の2つの遺伝子座と関係した疾患であることが明らかにされた。前者には、 SCNN1A が、後者には、SCNN1 バイトと SCNN1G が、それぞれ一致している。患者のイナックの遺伝子の配列決定と、変異型 CDNA の機能発現の結果から、同定された変異がイナックの活性の喪失をもたらす、ことが確証された。ファイチバイトの患者の大部分では、ホモ接合型変異、または複合ヘテロ接合型変異が検出される。 リドル症候群は、イナックのベータ、または、ガンマサブユニットの PY モチーフの変異、または、PY モチーフを含む C 末端の血質によって引き起こされるのが、一般的である。PY モチーフは、アルファサブユニットにも存在するが、アルファサブユニットの変異と関係した、リドル症候群はこれまで観察されていない。リドル症候群は、総発性の高血圧、代謝性、 アルカローシス、結晶中のレニン活性とアルドステロン値の低下などの表現系を伴う常染色体優勢遺伝疾患である。認識できる PY モチーフが存在しないため、指チンリガーゼネド4から2は、イナックのサブユニットに結合できず、指チンを付加することができない。その結果、プロテアソームによるイナックの分解が阻害されてイナックは、膜に蓄積し、 リナック活性の更新によって、高血圧が引き起こされる。SCNN1 バイトは、WWP に、ネド4と、相互作用することが示されている。ありがとうございます。